松井秀喜のインタビュー、はい、まあ、イチローさんいて、大魔神佐々木さんいて、ロサンゼルスに日本人向けのキャバクラがあるらしいからでもあのキャバクラっていうネーミングは良くないね、まあ、日本人向けのお店、はいはい、ノイズノイズパーフェクトパーフェクトパーフェクト。うちの解説をこうやられて、まあ、メジャーも行かれたりしたと思うんですけど、あ、そうだね、はい、あ、やっぱりね、はい、ディレクターと2人でアメリカで、はい、デジカメ持って10日間最初ロサンゼルス着いたんですけど、その、まあ、ロサンゼルス偶然なんです、これ偶然なんだけど、ロサンゼルス空港でじゃあ南の雰囲気のヤシの木の、ね、空港のこっち側でロケをしている時にブーンってね、頼んだっけ、飲む、野村、ダン野村、あ、そうそうそう、あ、ダンさん、はい、ダン野村さんと偶然車でブランティ、うんさん何してるんですかっていう話になって、石井和久ロ、ね、ドジャースにいましたか、そう、はい、のインタビューに来ましたっていう話をしながら、その時は、ロサンゼルスに降りた、まずロサンゼルスに降りて、はい、着いた日はね、まあ、街並みを撮ったりいろいろ、まあ、まあ俺のすることはまあ何もなかったんだけど、はい、じゃあどうしようかっていう話になって、はいはい、ロサンゼルスに日本人向けのキャバクラがあるらしいよって話になって、ね、二人で、でロサンゼルスの街中ね、そんなにこう歩いて二人回っててさ、ないなーみたいな話で、たらホテルの隣にあったっていう。それでその次の日にその石井和久とのインタビュー、一番最初が石井さんだったってことですね、その高級住宅街っぽいとこだったんでね、うん、でそのホテルを借りたのも日本人の女性のオーナーさんがやっててね、はい、そしたらその日本人のオーナーさんが「皆さんゴルフやるんですよね」とか、あのリビエラってあるじゃないですか、はい、リビエラ、はいはい、私メンバーなんでゴルフ行きますよ、いやいや今から仕事だっつって「いや今ゴルフ行きますか」じゃないってっていう、そういう本当に思い出があって、はい、いやいや今から仕事だっつってるで終わって、今度はねロスから西から一番東ですよ、今度ニューヨークですか、ニューヨーク渡るわけですよ、松井秀喜のインタビュー、はい、西海岸ってやっぱりさすがに爽やかなんですよ、暑くてももう非常にカラッとして爽やかなんですけど、着いた瞬間ベタベタで、ニューヨークは蒸し暑くて、めちゃめちゃ蒸し暑くて、ああそうという印象がね、ディレクターがどうしますかってから、タクシー、通常タクシーで行こうかと思ってたら、やっぱり理由が地下鉄でしょうねで地下鉄で、で地下鉄でって降りたところだからね、球場が、ね、ディレクターはその地下鉄とかはこう回したりしてないですか、あ、そういえば地下鉄の映像あれね、なかったよね多分ね、なんか僕が見たことがないような気がします、ただ地下鉄行きましょうって言って下へ降りていったんだけど、なんかね買うのめんどくさいからやめますかみたいなで、中で車で行ったかな、アバウト、アバウトね、ほんとアバウト、なんかね、ほんとアバウト、まあとりあえずは松井君もインタビューねしてくれるって分かってたから、で部屋を取りましたって、部屋取ってくれて、でインタビューをした、へー、でみんな一人一人をこう、石井和久は何々がいいってお土産みんな持ってったんですよ、うん、まあこれはあのなかなかあの松井君のためになかなか言えないけども、はい、あの松井君に持ってたあのお土産が、はい、でこう渡したわけです、でじゃあちょっと見こうやって見たら「ありがとうございます」って見ながらね、その ありがとうございますみたいなね、でニューヨーク行かれて、まあ、ロスニューヨークって行かれて、また戻るんですよ、今度はあの西の上の方にね、うわ戻るわけですよ、6時間またかけて窓がずっと砂漠をずっと見ながらね6時間で、今度は大魔神、あ、マリナーズですか、当時はそうですね、まあ、イチローさんいて、大魔神佐々木さんいて、長谷川さんいました、ちょうどねそのシアトルに着いた球場で、なんかみんな人が日本人 の新聞記者、ね、メディアが集まってたから、部屋にね、何かなと思って行ったら、村田兆治さんとあと福本さんが日本人デーっていうことで、うん、はい、それも偶然なんだよ、来てたんですよ、来ていたんですよ、はい、それで今からじゃ あの日本人デーだからって福本さんと村田さん
インタビューしみきさんがするからってじゃあドンと思います。お前なんでそこにおんねんお前なんでそこにおんねんというで、そので、イチロー君はインタビューダメだった、ね、ダメだったんですか、ね、あでもそのね、はい、ネーテルさんのディレクターは、はい、ベンチに出てくれば、はい、あの俺とは話するだろうと、はいはい、ということで遠くにこうねカメラをセットしてたんですよこっち側に向けて俺の方に向けてね、はい、でバーンとロッカーからベンチやってあーっとあうさんっていう話で、はい、ちょうどドラゴンが調子のいい年だったかな、うん、はい、ね、それで5分ぐらい話をしてたんですよ、そこで、はい、2人で、はい、あの雑談をね、はい、でそれをこっちから撮ってしまったとか、はい、撮ってたというね。なるほど。でゲームも見られたりもしたんですか？あ、見ました見ました。アメリカはこのメディアに関しては非常に優しくて部屋があってね、はいはい、見る場所があってソフトドリンクとか、はい、コーヒー系統はみんなタダです。それは飲み放題飲み放題。そのアメリカ滞在中って宇野さんって、まあ、そのディレクターもいたと思いますけど、何食べてたんですか？ゲームとりあえずシアトルでもいろいろ見た後に、はい、どこ空いてるみたいな、はい、だから中華系統さ店を探してね、やっぱりそう、そう探して、はい、結構その一緒にいた、はい、ね、ディレクターもアバウトだから、はい、どこ空いたら入りましょうみたいな感じだからね、はい、そのニューヨークとシアトルはキャバクラは行かなかったですか？ニューヨークはいっぱいあるのよ、あの街にいっぱい、はい、そう、はい、日本人向けというかそういうお店がね、はい、いっぱい。でもあのキャバクラっていうネーミングは良くないね、まあ、日本人向けのお店、はいはい、今年の宇野さんが選ぶ宇野イズベストナイン、ああ、ね、大野雄大ですよね。沢村賞おめでとう。いや本当におめでとう。本当すごいですね。チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。